日本にいい人とか本当にすごく多い。じゃあ皆さんこんにちは、3分です。私はなんか皆さんにいろいろ話したいことがちょっと多くて、なんか一番、慣れてるところ、今赤羽に来ているんですけど、今日もなんと赤羽だ、はい、今日は本当に大事なそういうお知らせがあるので、とりあえずやっぱ赤羽だと私が最近よく行っているあそこでちょっといろいろ皆さんに見せたり喋ったりしてみたいと思います。ここ最近よく行ってるお兄ちゃん、赤羽久しぶりです寒いですよね最近。この店大好きで赤羽に来るたびに来てます。ありがとうございます出ますかここ来たら取りは絶対。やっぱ日本っていいと思ってるところって、さっきだったら韓国だったら3人でビールしかないんじゃないですか。こういうのなんか楽しい。つくねとネギマと手羽先とネギと、おー、あー、唐揚げお願いします。1月の日曜日に赤羽のこの店で大会1月関西行ってきた後、これはいつでも来るたびに食べるんですけど最高。何ですか？うわ、何ですか？日本酒ですか？日本酒です。有名な日本酒ですか？知りません。わからないですか？わかりません。やっぱりいつも思ってるのが、日本のいう、いらっしゃいの文化が、なんか赤羽来るたびに、まあ、一人でも撮影しない時も最近やっぱりここで座って、優しい店員さんたちと、わあ、あのポスト欲しい。あれどこで買えるんだろう。あ、こんにちは、久しぶりです。元気だったですか？元気じゃなかった。なんでですか？寝込んでた。うわー、綺麗。ペーパーサキ。ねえ、紅茶に。ちょっと韓国で絶対食べなかったネギも。ネギ。はい、はい。あ、唐揚げ。ご飯が食べたくなっちゃった。私にとってご飯が食べたくなるのは美味しいっていう意味。白ご飯食べたくなった。白ご飯。日本に来ていつも感じていることは、マヨネーズも美味しい。マヨネーズ多い、大好き。なんかやっぱ韓国のマヨネーズと日本のマヨネーズ味が違うから、皆さんありがとうございます。ありがとう。ハングルで書いてある。なんでこれ日本語じゃないの？何これ、ハングル。なんで、わあ、私もらいました。なんかここで初めて見たくて、今日動画撮りながらちょっと見せたくて。ありがとうございます。わ、嬉しい。本物初めて。感動です。皆さんのおかげさまで。ダメだったら YouTube では梅チーとかシャンパン。これなんか有名だった。今日皆さんに伝えたいことがありますはこれでした。これなんかハングルで書いてあって、いや
あともう一つ伝えたいことがあるんですけど、来年2月3月ぐらいにお母さん日本に来るかも。でもちょっといろいろ気になることがあるんですけど、自分の中で日本語では説明できないから。なんか急にあれもちょっと気になりました。日本の方々が一番好きな食べ物、お兄さん、お兄さんが一番好きな日本の食べ物は何ですか？一番好きな日本の食べ物は、はい、寿司じゃないですか？寿司、寿司食べますなんか今まで日本の回転寿司しか行ってないから、はい、うん、回転寿司じゃないけど、はい、ちょっと上げて、ああ、寿司残骸ぐらいとか、だからそんなに高くはない。ああ、寿司三昧、ちゃんとしたあの個人店の寿司屋さんだと高いから、はい、行ってみますなんかディオンの昭和時代のそういうパン屋さん一回行ってみたいんですけど、昭和時代の感じ、ね、ないですか？はい、あるけど、はい、なんか日本の昭和のパンって聞いたら揚げパンってよく聞いたので、食べてみたいです。揚げパンとか、揚げパンは給食で出てた、はい、あ、揚げパン美味しい店とかありますか？揚げパンが美味しいですね昔からあるようなパン屋さん行っても揚げパンはないと思う。あ、コッペパン、コッペパン、こういうコッペパンよくある、はい、真ん中パカッて開いていろんなのがこう乗ってある、こんぐらいのパンがあるんですよ。コッペパンって言うんですけど、でもなんか有名があるんですけど、沖縄行ったらビギンの歌を、待って、歌も好きなので、イヤササとか三線の穴を歌いながら海の前でなんか歌いたいです。沖縄の方にビギンの糸はなんかスーパースターですか？いやーさーさー、あの夢じゃないですかビギン。うわ見て、名刺ある。うわ、あれトイレ取ってごめんなさいですでも嬉しい。あんまり今日はそんな飲んでなかったんですけど、ビール2杯とレモンサワー1杯ぐらい、うん、やっぱこの店に来たら楽しいな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまたどうせすぐ来てくれるんでしょうかありがとう、いつもありがとうございます本当にありがとうございました。この店、本当に皆さんのおかげでこうやって日本の生活をこうやって楽しんでいるし、本当にいつもありがとうございます。実は最近日本に来ていろいろありました、うん、なんかこうやって泣くみたいな感じに、もう自分も日本に来て初めてのことだったので、うん、ああ日本にいい人とか本当にすごく多い。日本に本当に、うん、いい人多いんだと、もう3年日本に住んでてもう知ってるんですけど、うん、まあ、あ、すいません、え、誰ですか？え？え？家帰りますか？帰りますよ、もう終わったよ。ルナ、私が行こうとしてたらいつもやってない。休みだからね、本当に今話してたのが、なんか私赤羽で殴られました。誰に？知らない人に、酔っ払った人に。なんか急になんかこうして殴られたの？もっとでしょ、マジンで呼んで初めてだったので、お姉ちゃんいやあってよかった。はい、閉まって、大切なもの、はい、落としちゃう。素晴らしい。よくみんな見るんだけど。イエーイ。いいのか、いいのか。
イエーイ、すごい。だからオフ会はいつのことやんの。ドナ、ドナのお店久しぶり。今度また来ます。そう。